ミチューブの神の伊藤です。今回は以前のエバーリを見せてくださいという動画の方で、もう皆さんもね、いろいろなエバーリを見せていただきました。その中で今回はですね、一番初めに紹介させていただいたレイブンさんがこの、ね、エヴァのフィギュアをね、こう自分でこう改造していろんなフィギュアも作られていますので、今回はね、そちらのフィギュアを皆さんと一緒に見ていきたいと思いますね。そして今回ご本人もいらっしゃいますので、どういったところに苦労したのかとかね、そういったのも聞けたら嬉しいかなと思いますね。レイブさん、お願いしますね。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですけども、レイブさん一つずついきたいと思います。お願いします。皆さん、ご存知だと思うんですけども、新劇場版 Q の、キービジュアルのカオル君とシンジ君、コンクリートの台座に乗ってるというのを、作りました。そうですね、もうエヴァンゲリオン新劇場版 Q のキービジュアルといえばもうこれですもんね、坂本さんのイラストの。そうですね。いやー、素晴らしいですね。しかもこれあれですよね、プライズの方で、まあ、あったんですよね。はい。の、じゃなくてですよ。これはもう、レイブンさんが自作で作られたことですもんね。そうです。もともと、ポートレートシリーズで、はい、カオル君とシンジ君、タッチ構図のフィギュアだったんですけども、はい、これの、まあ、関節を曲げて、はい、座ってる形状にし、はい、このコンクリートの台座はもう完全、自作です。いいですか、ちょっと。どうぞ。見えますかね。まあ、今大きく出てると思いますけども、本当にね、これすごい細かく作られてるんですよね。ちなみにこの間の動画の方ではレイブンさん、ピアノ連弾のカオル君とシンジ君でしたもんね、はい、すごいです。もう本当ね、どうやって作ったんだろうなっていうふうに思います。これベースはポールとレッドのポールですよね。そうです。すごい。やっぱりこれ一番、まあ、苦労したっていうことどうなんですか、やっぱり。そうですね、やっぱりその、関節を曲げて、そのズボンのシワとかシャツのシワっていうのを、やっぱり自分で確かに作り変えないといけないので、はい、そこをどういうふうにその違和感なく見せるかっていうのを、はい、自分のズボンのこうシワをこう見ながら、こんな感じに曲がってるんだなとか、こんな引っかかってるんだなとかっていうのを、はい、自分のズボンを見ながらとか、シャツ見ながらっていう感じで。なるほど。自分でこうポーズを取ってみて、そうですね、ここにシワが入るんだっていうので、そこでこうシワを作ったって感じなんですよね。そうですね。そもそもポートレースポルテってすだちですもんね。そうです。それをこう足を曲げたりとか、こういったのも全部自分でこう作ってることですもんね。そうですね。あとは足首もちゃんと曲げてるんですよね。ちゃんとこう下がってる感じで、このなるほど、そういうことですね。すごいです。皆さん見えますかね。まあ大きく今出てるので分かると思うんですけどね、この SZ とかもしっかり作られてるんですよね。あとはそのコンクリートの台座ですね。はい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 。針金がこう出てますね、飛び出てて錆びてるっていうところと、あとはまあ弾丸を受けてコンクリートが崩れてるっていう感じを結構自分では気に入ってるっていう。すごいですね。これじゃあ僕回転してもいいですか、個人的な。あ、全然構わないです。星5でいきますね。はい。これは結構ね、細かいんで、星 4.5! あの、4.5 ですね、はい、これは。まあ、ね、コンマ5は足りないのは。コンマ5はっていうか、僕は満点絶対つけないなんですよ。なるほど。なんで僕でしたらもう満点ですね。はい、やっぱり満点すぎちゃうともうそこで満足しちゃうじゃないですか。そうですね。やっぱこの 0.5 があることによって、次もうちょっとなんかいいやつ作ろうかなとか、いろいろこう、ありますもんね。次のフィギュアの方よろしくお願いします。はい、黒なめさんの、農作業姿ですね。なるほど、これもフォルテですね。そうです。いやー、このちなみにこのポートレイツのフォルテの綾波で描く箇所可愛いんですよね、そもそも可愛いのにこう農作業の綾波にしちゃったっていうところがポイント高いですね、これ。いや、すごい。しかもこれ僕、以前、1年ぐらい前ですかね。そうですね。レイブンさんにお会いした時に、これ見せてもらって、このフィギュアを見たことによって、僕はやっぱね、レイブンさんのフィギュアを紹介したいなっていうふうに思ったっていうね、この作品なんですよね。そうですね。しかも、その時ってアイナミレ各箇所農作業バージョンのフィギュアっていうのが出てなかったんですよね。そうですね。世に愛したいなかったので。そうなんですね。なんでもう、レイブン、アイナミレ各箇所農作業バージョン、これだけだったんですよね。そうですね。史上初かなっていう。ですよね。世界初ですよね。これは可愛いですね。その軍手もつけてるっていうね。そうですね。そこまでしっかりとやられてるっていうところがすごいなと思いますね。あと、泥の感じとかね。こういうところ。で、やっぱこういう汚したんですよね。汚しますね。なるほど。細かいですね。レイブンさん。さすがですね。僕は、アイナミレ各所の作業越しなんで、これもらっていいですか。ダメです。あ、ダメですか。ダメです。ダメです。それはダメですよね。レイブンさん大事な作品ですもんね。盗みですので。そうですよね。じゃあ、これ、じゃあ、手作りでいいですか。どうぞ。これは難しいな。星 4.0
6! 刻みますね。刻みますよ。そうですね。でも本当にこれ待ってると思いますよ。素晴らしいです。やっぱりこの、もともとフィギュアがまだ全くなかった状態の時に、これを作ろうと思って、はい、形にしたっていうのがやっぱレムさんのすごいところだと思います。自分でも、はい、ポイントだと思ってます。素晴らしいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。次、三つ目、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、今度は、ザリガニくんです。おー、これ、プラモデルですよね。そうです。しかもこれ、ザリガニでも、しかもこれ、確か、初号機と2号機があった、はい。やつですもんね、はい。それを使わずに、ただのザリガニです、これは。マジっすか？あ、エヴァの、エヴァカラーの、ザリガニじゃなくて、そもそものザリガニです。もともとのザリガニの、同じメーカーさんが出てたやつのザリガニを、ここまでやったってことですね。そうです。すごいですね、皆さん。これ見てください。ザリガニ。しかもね、もう、お気づき方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、ザリガニなんですけど、ザリガニじゃないんですよね。そうですね。皆さんご存知の。そうですよね。海2号機ガンマですよね、これ。そうです、そうです。うわ、素晴らしいですね。目玉4つついてます。やばいですね。まあ、もちろん皆さんもこれ大きく見れると思うんですけど、素晴らしいと思います。それはね、手がやばいですね。やっぱり、海2といえばね、やっぱり、メカニカルな。そうですよね。お、なんか出てきますね、これ。はい、あー、なるほど。パンフレットの、この1ページを見て、自分なりに、このマシンガンを。確かに、これだって画質悪いですもんね。これ見てたことね。そうです。すごい。全く同じものを作るのは、やっぱり違うなと思ったので、自分なりの。ね、あ、こうなってるだろうなっていうのを、その、騙して。すごいですね、皆さん、このパンフレットのこの1枚から、レイブさんはこのザリガニ、作っちゃいましたね。しかも俺、ザリガニ等身大ぐらいですよね、これ。素晴らしいですね。いやあと、レイブさん、一つ来たことあったんですけど、はい、レイブさん、まあ、ツイッターの方やられてるじゃないですか。はい、ツイッターの方で、やっぱりいつも、まあ、夜中に、ここまでとか、進捗状況とかを、皆さんにこうお伝えしてるじゃないですか。はいはい、今日はここまでとか、ここまでやったよとか、あれってどういう意味があって。そうですね。やっぱり、はい、自分がここまでやったよっていうのも、はい、まあ、お伝えしたいという部分もあるし、はい、自分の作ってる作品を見て、なんかちょっとでも興味持って、うん、自分でも、ああ、できるかなとかっていうのを、思ってもらえると嬉しいかなっていう思いもあって、はい、本当このフィギュアがここまで変わるんだよとか、そういったのを皆さんに知ってもらって興味持ってもらって、なんかちょっと俺も作ってみたいなとか、結構塗料とか塗装するのに、やっぱり自分はね、エアブラシ使えないからダメだとか、材料揃えないとやっぱり難しいよねって経営されてる方が結構いらっしゃると思うので、まあ、確かに僕もそうですね、そういうところを少しの払拭して、はい、コミュニケーション取れればなという思いで。なるほど。いや、皆さんね、気になる方はね、レイブンさんのツイッターの方をね、覗いてほしいと思いますね。ほんといろいろと毎日毎日のようにね、載せてますんでね、レイブンさん。そういうあれがあったんですね。そうです。いや、素晴らしいですね。まあ、おせっかいとはおせっかいなんですけどね。いや、もうそれはおせっかいじゃないですよ。もうレイブンさんがそういうふうに皆さんにご興味を持ってもらいたいっていう気持ちがあってのことだと思うんで、いや、素晴らしいと思いますね。皆さんもこれなんかでレイブンさんにね、気になる方聞いてみて、どうやって作るんですかっていうのもあると思いますね。例えば、そうですよね。もうこれがあったら新2号機アルファにするとか。そうですね。そのもあれですもんね。もう無限大ですよね。そうですね。素晴らしいと思います。ありがとうございます。はい。次の作品が最後とになりますよね。そうです。いや、これだって最後とは多分皆さんすごいの出てくると思いますよ、これ。ハードル上げちゃってますけど。上げてください。じゃあ行きましょう。これ自信があることですよね。よっぽど自信があることですよね。わかりました。じゃあ行きましょう。はい、じゃあお願いします。では、こちらになります。ちょっと待ってください。これもガチャポートのやつですね。そうです。アスカですね。はい。でもすっげえ綺麗に塗れてますね。これあれですよね。人化した。そうです。アスカのあれですよね。時のあれですよね。そうです。わかりますかね、皆さん、これ。すっごい綺麗に、まあ、こうやってやるのも多分出てると思うんですけど、すごいですね、これは。レイブさん、これはどういう風に塗られたんです？これは、メタリックピンクをスプレーで拭いた後に、はい、グラデーションの塗料を自分で調合して、手塗りで、もう、イメージで、これも新劇場版の、変身シーンを、一時停止で録画して、それを写真で撮って。確かにそこまでしないとこの資料ないですもんね。ない、もう全然ないんで、ね。ですよね。すごいですね。しかもこれすごいところが、目も塗ってあるんですよ。そうですね。緑に。そうですね。で、もともとの、このポートレートのアスカって、眼帯をしてるんですよね。はい、そうじゃないですか、これ確か。あ、確かに。でもあの時はね、まあ、行きましたもんね。はい、両目が出て、で、ポッドアイで、ね、左目が青く光ってるので、
両目の開いてるアスカの頭を別のさ、フィギュアから。あ、取ってくっつけてみたいな。なるほど。ということはもう何度も何度もこう、レムさんこう手間をかけて、そうですね。完成したのがこの人化したアスカですよね。そうですね。うわ、すっげえな、これ。しかもこれ、仕掛けがあるんですよ。仕掛けですか？仕掛けです。で、どの仕掛けじゃ見たいですよね。ちょっと部屋比較してみます？部屋比較しますか？すごい、皆さん見えます？うわ、すげえ、これ。やばいっすね、これ。このレイブさんが光を当てる感じもなんか変態っぽいんですけど。見えますかね、皆さん、これ。後ろ目も光ってますか？トラック2のラインがもう、まさしく、裏コード39ですね。39ですね。うわ、すげえ。しかも目の色違うじゃないですか、これ。緑と青で。もう、劇中通りに。うわ、すごいな、これは。いやー、これすごいっす。本当にすごいっすね。照らされてますね。裏コード39やってますね。すごいですね、レイブさん。そこまで考えたんですね。そうです。これやってみたかったんですね、この。で、これはもう、もろ当たったってことなんですね。そうですね。やりたいことができたというか、もう、あの、劇中の。そうですよ。人格のアスカを再現できたかなと。しかも、また、最新じゃないですか、これって。そうですね。誰もやってないし、ね、その、こんなの別に、この造形がもうね、フィギュアがあるわけじゃないし、体感されてないし、みたいな。すごいと思います。本当にこれはとんでもないなっていうふうに思いましたね。これ欲しいな、これ。ね、これダメですか？ダメですね。あ、ダメですね。あと、ちなみに一つお聞きしていいですか？はい。レイブンさんって、フィギュアとかこう作られてるじゃないですか。はい、はい、はい。別にあれですもんね。趣味として、自分のこの、ね、趣味として留めてやられてるんでね。もちろんです。そうですよね。はい。なんか、先あるじゃないですか。ちょっと問題になった。そうですね。ちょっと売っちゃったとか。そうじゃなくて、レイブンさんは本当に自分が楽しむだけの。そうですね。はい。自分が欲しくて。そうですね。市販化されてないものが、やっぱり欲しいなと。はい。いうところで自分でカスタムしてるっていうところなので。そうですよね。値段もつけられないですよね。そうですよね。もう、例えばこれ10万で売ってるってのは無駄ないですもんね。そうですね。いやー、すごいですね。やっぱりそれでね、やっぱりもう本当に、ここまでのものがね、出てしまうんですよね。だって皆さんね、カチャカチャで困ってしまうんですけども、レイブさんはそういうつもりでね、作ったわけじゃなくて、本当に自分の趣味として、作られてますからね。じゃあこれ、手数料もいいですか？はい。うわ、これはね、ごめんなさい、難しすぎますね。これは、4.85! これはいい。綾波よりも超えるかな、超えるかなと思ったんですけど、やっぱり、これはすごいと思います。これは本当にね、いろんな意味での、本当創意創作っていうか、そうですね。そうですね。もう、その、レイブさんがここ光らしてみようかなとか、またそのね、顔を変えようかなとか、そういったところのね、この、本当にその、もう工夫の点数で、綾波を超えましたね、これは。やった。いやー、素晴らしいと思いますね。いやー、本当に素晴らしいと思います。またね、これも、いろいろとあるんですけども、またレイブさんはいろいろ作られてるんですよね、今。そうですね。はい。なんでね、またまたたくさんちょっとね、こう、できた時に、ぜひとも僕の動画の方で、また皆さんに紹介させていただいたらと思いますよね。ありがとうございます。はい。もう本当僕でよければ、ぜひとも紹介させていただきたいと思いますね。はい。もう本当これはやっぱり、エヴァに愛があるからこそできることだと僕は思ってますんで、うん、素晴らしいなって思います。はい。はい。今回はレイブさん、本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。そんな感じで、今回は、視聴者さん、そして僕のエヴァ友のレイブンさんが作ったフィギュアですね。こちらの方を皆さんと一緒に見ていきました。もう本当に素晴らしいフィギュアをたくさん作られていますので、気になる方は概要欄の方にレイブンさんのツイッターのアカウント、貼り付けてありますので、そちら飛んでいただいて、まあ、見ていただきたいと思いますね。で、また興味がある方は、レイブンさんにまた直接コメントしていただいて、これどうやって作ったんですかとかね、まあ、そういった細かいことも教えていただけると思いますので、まあ、そういった感じで聞いていただけると思いますね。はい。はい、私病気見えば。はい、そうですね。はい、はい、そんな感じで今回の動画をいただきます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければ、グッドボタンと仲良くなるためのおまじない、よろしくお願いします。お願いしますの声が僕よりもでかい。そして、もうレイブンさんもうこれ変態ですわ。褒め言葉ですね。